次は終点新宇沼です。お忘れ物なさいませんようご注意ください。腹痛え。もう早くしてくれよ。はい、前の白い車止まりなさい。はい、前のめっちゃ速い車、ああ君に止まりなさい。あ、みゆき。は？みゆきって誰？ねえ、誰？私みゆきじゃないんだけど。あれれ、森田くん今日体調不良じゃなかったっけ。店長、どういうことかな。あ、お兄さんお兄さん、ごめんね、自転車ちょっと確認させてもらっていい。あ、みゆき。あ、さやか。ん？さやか。なに？ねえ、なに？あ、この前一緒に行ったさ、あのフレンチの店、もう一回行かない？は？私フレンチ行ってないんだけど。ねえ、誰と行ったの？みゆき？どこだよ。あ、すいません、お兄さんお兄さん。すいません、あの、名古屋駅に行きたいんですけど、その行き方って。あの、私女なんですけど。あー疲れた。あー、もうラストオーダー1分前や。ちょ、もう早く締め終わらせて、もう早く。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。ご新規7名様でーす。いや、また俺逃げサボっちゃったわ。いや、お前何してんのマジで。いや、だってさ、三軒はなんか出席あるから来ないかんってなるけどさ、もう逃げだるいもんマジで。あ、あの、ちなみにさ、あの、二軒今日出席あったよ。マジか、おい。まあでも、お前の出席書いといたけどね。あ、みゆき。あ、さやか。ん？あれ？さやか、そんなバッグ持ってたっけ？うん、持ってたよ。ああ、そうなんだ。うん。え、なんか化粧も変えた？ん？まあいいじゃん、そんなんどうだって。へえ。あ、あとさ、あの、私、ちょっとしばらく帰ってこないかも。そうなの？うん。え、どれくらい帰ってこない？友達の家にもう1週間ぐらい泊まるかな。